はい、皆さんここがどこか分かりますかね。分かる人いるかな。ラッキーウッキーこよっこー。はい、おはようございます、東部屋です。はい、本日はですね5月の28日の土曜日です。猿ヶ池上池までやってきました。今日はねこちらの方で調校していきたいと思います。こちらのね上池の方はねいずれなくなる池だと言われてます。本当はねずっとねあり続けてほしいんですけどね、孫の代まで、まあ孫いませんけど、今日はねこちらの方で調校を楽しんでいきたいと思います。それではやるぜー。はい、本日使用する餌になりますてんてんさなぎパワーバラケマッハもじり、こちらを使っていきます。ちょっとねてんてんとね、さなぎパワーが重たい餌なんで、バラケマッハ、もじりで軽くして使用していく流れになります。面白い餌をねもらったのでこちらを使用していきます。ヘラ餌本舗さんの一撃ライト、こちらを今日は使用していきます。食わせに使用していきます。はい、こちらですね餌1杯ずつ入れました。そしてこいつを攪拌攪拌、そしてですねここに猿ヶ池1杯、そしてわしょわしょ。はい、完成。ヘラ餌本舗の一撃ライトの方なんですが、私ちょっと固めが好きなんでちょっといちいちでやっていきたいと思います。水1に対して一撃1入れていきます。はい、入れました。あ、こぼした、ちょっとこぼした。はい、蓋します。そしてはい、この餌の作り方はほぼ簡単と同じですね。はい、音がしなくなりました。餌の方はねなんかピンク色です。ポンプに入れて使用していきます。猿ヶ池上池なんですが、あずま屋の方が人気がありますね。あちらの方にね、まあ、常連さんでしょうか、集まってますよ。はい、こちらは下池もしくは下池になります。放流がねなくなったとはいえやっぱりね人気の釣り場ですね。私もね下に行こうかなと思ったんですけどね、上の方がいずれなくなるという情報を聞いてますんで、今日はね愛情たっぷりで上池行きたいと思います。はい、足元にはですね鯉がねたくさん泳いでますよ。皆さんあんまりね鯉を放流しないようにお願いします。何でも食べちゃいますからね。鯉がねたくさんいるね池はね濁ると言いますからね。ぬるい。はい、今日はですねあの友人にですねバルカンの50をちょっと使ってくれと、ヘラの道糸でこちらをね使用していきたいと思います。はい、こちらの糸はですね見ての通り、はい、こんな色です。昨日ね必死で夜作りました。まあ視認性がいいですよね。なんかね伸びもあんまりない、道糸自体のですね伸びもないらしいもんで、こちらをですね今日は使っていきます。ちなみに、浮きもですねこの間ちょっと購入しました。グッバイしちゃいましたので、せーの、わっしょい、着弾、そして道糸沈める、そして浮き探しの旅。はい、餌つけました、せーの、わっしょい、着弾、そして道糸を沈める、そして浮き探しの旅。今日はね8着のセットをやっております。さあ1ボール目でね釣れるかな。お客様はね結構入ってるみたいなんですが、あまりね絞られてないです。まあ下池にね比べるとねちょっと上池の方がですね魚影が薄いです。
はい、餌つけました。せーの、わっしょい。着弾、そして道と沈める。そして浮き探しの旅、浮き探しの旅だ。おお、触ったか。よそ見、ストライド。おるのか。よいしょ。ああ抜けた。残念。残念。おるみたい。おった。おった。ん？はい、今ですね、私ではないですが、友人がまた釣り上げました。いつもね、私のね、釣りに付き合ってくれるいい友人です、本当に。上ちゃん、魚見してくれる？あ、魚見してもらっていいですか？お、でかいな、おい。でかいな。お、ナイスサイズ。ナイスサイズ。うん。はい、ありがとうございます。練り目はね、釣れませんでした。バナナかよ。はい、戦っております。さあ、今日も戦っております。なんとかね、1枚ようやく来ました。あ、浮きのシーンがね、撮影できないのがね、悔しいですけどね。はい、1枚ね、ようやく上がりました。2ボール目です。はい、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと上がるんだ。おっと、食わしとる。食わしてます。食わしてます。食わせてます。えいえ、2枚目。おーよよ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 っしゃ。はい、2枚目ゲット。うおぉ、元気いいな。元気いいぞ。よいしょ。よいしょ。はい、2枚目です。ちょっと光加減で見にくいですかね。申し訳ございません。よいしょ。はい。2枚目ゲット、ありがとうございます。よいしょ。うおはい、現在ね、11時なんですけど、今日はですね、風もちょっと強いせいもあって、皆さん上がられちゃいましたね。いやいや、今のね、上池、下池もね、こんな感じです。4人か5人ぐらいしか残ってなかったです。はい、皆様お疲れ様です。東部です。はい、今日はですね、猿ヶ池の、上池まで調光しに来ました。発射区のですね、一撃ですか、あちらの方を使ってですね、2枚釣り上げることができました。ちょっとね、風の方が強くてね、釣りの方、断念させてもらいます。ってなわけでですね、今日はですね、まあ、11時なんですけど、ぼちぼち上がりたいと思います。以前に比べるとね、やっぱね、あの放流がないだけね、あの人気の方が落ちてるのかなってね、感じはしますけど、上池の方もまだまだ頑張れます。下池も頑張れます。皆さんね、孫の代まで釣りを残しましょう。はい、それではいつものやつやっていきます。いいねと登録をよろしくお願いします。バイ。はい、次はどこに行きましょう。